ね、ゲームカムです。今回なんですけれども、ちょっとね、マック10が登場してからめちゃめちゃ忘れ去られてる武器あるじゃないですか。というものですね、そのマック10が登場する前は、いや、この武器を絶対にバカにするな、バカにしたやつ、おい、亀、お前許さねえからな、っていうね、もう殺害予告みたいな感じのコメントも届いてた武器が、MSMC なんですよね。MSMC ってさ、めっちゃファン多かったじゃん。でも、フェネックとか、もう極めつけにはもうマック10とかね、もう出て、こいつの存在価値がもう全くわかんない、っていうような感じになってるじゃないですか、今現在ね。そもそもですね、マック10のキルスピードっていうのは、まあ、10メートルぐらいで 0.199 と、もう一回測ってみるんですけれども、0.2 とか、まあ、大体それぐらいなんですよ。まあ、大体 0.19 台なんですけれども、MSMC のキルスピードっていうのは同じ距離でですね、0.26。もう一回測ってみましょうか。0.26。そうなんですよ。大体 MSMC のキルスピードっていうのは、0.26 台なんですよね。ということはですよ、0.06 秒ぐらい、まあ差があるわけなんですよ。近距離が取り合いの MSMC のはずなんですけれども、これだけですね、マック10とまあそのキルスピード、まあ TDK ですね、まあそのわずかな差に見えるんですけれども、 COD の世界で言ったらだいぶこのキルスピードっていうのはまあ差が大きいじゃないですか。でもですね、今回のそのこちら、はい、遠距離型カスタムにすればなんとですね、わかりますか、ほら 0.199。 もう一回ありますよ、 0.201。 もう一回やっても0.201 ってな感じに、Mac 10とですね、キルスピードが同じになるんですよね。もう一回やってみても、ほら、0.201。Mac 10とキルスピードが一緒なんですよね。まあ、てな感じに、今回はこの MSMC のですね、レーザーガンカスタム使っていこうかなと思ってます。普通に近距離もその、Mac 10と同じキルスピードだし、まあ、遠距離もその、かなりですね、このレーザーガンとは言えないんですけれども、まあ、レーザーガンできるということで、まあ、とりあえず、ランクマッチやっていきましょうか。ブチブチにするぞ！な、俺今さ、ランクマッチで5連敗してるんやんか。で、最近さ、なんかチーディスとか、キルコンファームドとかで、めっちゃ味方とかその敵の芋に対して切れてるやん、ほんまに。もう俺、切れることやめる今日。マジで。今日は切れずに、もう穏やかな心、まるでガンジーのようなね、穏やかな心でやっていこうかなと思ってます。もうとりあえずですね、もう暴力は良くないと、ね、銃持ってるやつが何言うとんねんみたいな感じなんですけども、言葉のね、刃物、うわ、気持ち悪い、気持ち悪い、こいつマジでほんまに化け物や、トロフィー炊きやがって。で、これ待って、裏から行こうか。いや、いける、これバレてる、上やな、ちょっと後ろ後ろ後ろ、絶対後ろ、ザータコがよ、マックティング、うわ、で、一旦これ待って、一旦こっち行ってもらって、オッケー、それナイスキルバック。で、一旦これは、ちょっと待って、今日ね、まだ口悪いな。ちょっと待って、一旦来たっておらん。いやー、なんや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 。怖いって、全然敵おらんねんけど。ニカおらん？こいつは何やってんの、マジで。なあ、もう怖いわ、マジで。怖いって、こいつら、ほんまに。でも、敵、一人もなくない？え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。敵一人もなんねんけど。え？やばい、やばい、やばい、やばい。怖い、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 怖い。え、マジ、こいつ、これ、マック10キッズにしか会ってないねんけど、俺。どういうこと？あ、おったの、最悪におったが、これ、キャラコンでネジオス。キャラコンでもゴリオス、これ。21世紀で一番気持ち悪いぞ、お前や。死ね。もう、とつってくんなよ、マック10で気色悪いな、ほんまに。お前がうまいんちゃうからな、マック10が強いだけやからな。あ、来いよ。なあ、どこにも誰もおらんねんけど。ちょ、待って、なんか4人ぐらい持ってない、この街。ほんまに。ふざけてる、腐っとるって、ほんまに。人間の腐った心のに、なあ、もう、どっからだよって、敵見えへんって。やばい、もう、このマッチ、過去一おもんないかもしれん。敵がおらんねんけど、これ。ちょ、動画的にもよろしくないし。あ、なるほどね。あー、そういうことか。こん中に3人ぐらいおるってことね。いったん。お前、このチンパンジーみたいなの使ってんの。これ多分3がにね、2人ぐらいでいいんですよ。3人ぐらい。あー、待って、いくら、バカ！ダメだな、来るな！もう終わってるってだからチーです。だから俺もうやりたくないねん。ドミネーションやってもどうせキロとマック10やろ。で、これチーですも気色悪い、ゴミみたいな、人間のこの何ていうの、あの悪の感情をかき集めたやつしかおらんねんけど、ほんまにこいつやる。オッケーオッケーオッケー、遠距離型関係ないけど、ちょっと待って、遠距離型あるある、ほとんど遠距離型関係なくなってくる。で、これどこ、おお前が遠距離型でしょ、今の頭いくし、しかも25発で見たでしょ、遠距離型でしかできない、今のは切る。クリップークリップーよ、どうすか今の、クリップしてクリップして、で、あとどこや、めっちゃ持ってる、気持ち悪い、うわ、気持ち悪い、マジで、こうワンチャンこっち行けるじゃん、いけるいけるいける、いやー、みんなー、もうすまんすまん、もう全言撤回する、やっぱ吠えるわ俺。
なあいつ何やってんのマジで。なんか自分から追い込まれて、自分からなんか追い込まれにいってんけど、あいつ何を考えてんねんほんまに。なんかチーレスさ、ワンチャンこれ敵ボット説あるよな。でも考えてることがわからんもん、これ人間とは思えない、これ人間のやることとは思えないもん、こいつら。ちょっとこれは登っての、なんか2回やったね。ワンチャン変わるぞお前。いけるいけるいける、絶対いける。もうなんか、なんでこいつこんな世界大会に出たがってんの。なんかお前もキモすぎやろこいつ。死ねえやマジで。立ち回りエグいってほんまに。シンプルでもそんな立ち回り教えへんぞ。キモ。キネディック、キネディック使うなやと言いながらキネディック使っていくサニーブラウン。いやまあ、絶対3番やる、絶対3番やる、あのバカな。お前逃げるなよ。マクテン、マクテン、残念だったね。残念でした。お前はどうせ1年前あれやろ。カメさん、MSMC をバカにしないでください。カメさん、BDW をバカにしないでください。そう言ってる奴は今頃全員マクテン使ってます。そう言ってる奴は全員マクテン使ってます、今頃。ね。うん。カメさんなんか、BDW をバカにしてきたから俺、手をかしわ。BDW をバカにしてんな。そう言ったら全員マクテンです。はい。これさ、2階におんねやね、ワンちゃん。まだあいつが。芋虫が。お前らのチームの1位も芋虫だから言えないぞ。ジャンプお前かあいつらしいぞ、みんな。いやー、ちょっとガニ持ち帰らなかった。足音近いよ、足音近いよ。足音近い、近いよ。恐怖の足音、恐怖の、恐怖の足音。ブルーラン、いっくらはオーマイガー、オーマイガー、オーマイガー。いやあああああ、これが COD という世界なんですよ。な、負けたやつが悪、勝ったやつが正義という世界なんですよね。もう負けたやつは口出しするなと。俺は勝ったんだ。スナイパーの数、まあ、とりあえずやっていきましょうか。てかさ、これ、なんか、この前にもさ、これさ、あの動画で言ってんけどさ、何やったっけあれ。アイスクリームの柄にこんなやつおるよな。ポッキリバーやったっけ、ボッキバーやったっけ、忘れたわ。まあ、とりあえずやっていきましょうか。てかね、COD ってガチで、もう依存性がすごいよ。もう COD っていうのはね、ギャンブルとか麻薬と変わんないですね。どういうことかっていうと、あのもうね、怒りたくないのに怒ってしまう。一回ね、みんなにね、あのね、あの動物の森をやってる俺を見てほしい、ほんまに。動物の森をやってる俺を見たら、多分もう死ねの一言もね、死の文字も出てこないですよ。え、終わってるよ、もう。ちょっと待って。一旦これは、え、ちょっと待って待って待って。待って待って。待って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 。え、待って待って待って。待って待って待って。え、バカばっかり終わってるって感じで、こいつら。え、あ、な、もう、チンパンジー、あのね、スナイパー使ったチンパンジー以下の知能なんだ。やめろ、ほんまに。チンパンジーと思う。なあ、もうさ、なんこれ。なあ、スナイパーからの射精を切るゲームか。なあ、たまになんか申し訳程度のか、RS とかね、打ち合いキッズがいるんですけども、基本的になんかこれスナイパーで、なんか、人型セントリーガーみたいな。もう、お前、カバーせえよ。カバーせえよ、お前。なあ、カバーせえよ、お前。なあ、来たら撃ってくる、俺のこと。オッケー。いや、もう遠距離型で角待ちするっていうね。お前殺す。やってやってやって、やってやって、やれ、おい、お前ら、お前ら、何をターブレとんの、お前ら、ほんまに。な、エグいって後ろおらんかった、今。なんで殺されんかった、逆に。おかしい、おかしい、おかしい。ちょ、待って、糸おかしい。一旦、これは、こっちまで、敗者をね、行ってもろて、これはね、下から見れば、あー、まあ、で、中にゴミ芋がいたはずなんですが、いやー、弱い。あ、弱くねえな、これ。なんか、めっちゃ強くね。最強っすよ。一旦カバーしてもろて、全体にはいない。なんかさっきからね、脇がこる。なあ、もう、なあ、もうマジで思んない、ほんまに。わかる、みんな、これ。なんか最近ね、動画めっちゃ撮りづらいんよ。ゴミクズみたいな芋どもがおるから、ほんまに。もう頼む、これ。動画撮ってても思んないし、普通にやっても思んないわ。あれ、枯れるのか。多分ね、バカみたいに撮って敵を蹴散らすっていう戦法の方がいいんじゃないかな。なあ、もう終わってんもん、マジで。ほんまに見かおる。いや、来てんな、後ろから。後ろから来てるから、こっから我慢しよう。今回レーザーつけてないから、いや、あの、芋掘りしよう、芋掘り。一旦 UAV 出してもろての、これ刺さるかな、俺のとこ。オッケー、まあ、そこは軽いでしょ。いや、落ち着け。これ多分2回おるよ。俺の真横に、どっちから、まず、こいつ、しばいて、盲腸引きずり出して、こいつの脳みそを、かっさばいて、下におるから、こいつの右腕を、えぐり取っていく。うん。グロすぎやんけ、お前。ほんまに言うてることが。こんなこと言う子じゃなかったんですよ、カメさんって、もともとね。うん。カメさんはね、動物の森やらしてみてみ。もう一回言うけど。マイクラとかやらしてみてみ、ほんまに。マインクラフトやったら村人にしたい打ちしてると思うわ。間違いない。は、はぁ、あ
たいわ。なんでこんな、これ ADS ガンマチキッズしかおらんの、ほんまに。マジで動画映えせえへんから。というもののチーズス。と言っても、ハーポとかドミネーションしても、こういうなんかチンカスの鉄車みたいなやつしかおらんからな。で、ここよ、さっきから。なんか、ナイフワード暴れとな、一人。ちょっと待てよ。いや、めっちゃ角待ち刺さる。めっちゃ角待ち刺さる、こいつら。なあ、もう、これなんよ。これなんよ、とっつったら。4枚ぐらいスナイパーやから、対空せえよ、ガチで、ほんまに。対空せえよ、ほんまに。対空しないやつ、マジで。1000円払えや。対空せえへんごとに1回。なあ、そういう義務化。C より専門学校。おるって、これ。なんで負けんの？もう意味わからんねんけど、これ。もうなんか、玄関今日のチームレスマッチ一番おもんないかもしれん。てな感じにどうだったでしょうか。これからもですね、こういったの武器紹介動画とか最新情報を上げていきますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。